X2 戦闘機進進でのテスト飛行後、燃焼テスト時に、IHI 社製の XF9 エンジンが、世界を驚愕させる数値を叩き出しました。現在、日本、イギリス、イタリア3国の共同開発計画が進んでいます。今回は、この日本、イギリス、イタリア共同開発で、F3 戦闘機開発に、弾みがつくのかについて見ていきたいと思います。第6世代戦闘機は、どんな形になるのでしょうか。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国は、次期戦闘機共同開発協力に関して、グローバル戦闘航空プログラム、グローバル・コンバット・エアー・プログラム MEE、GCAP に関する共同首脳声明を打ち出しました。そして、2035年までに、次期戦闘機を共同で開発することを発表したのです。これと同時に防衛省が発表した、防衛省と米国防省による共同発表の中では、日本とアメリカは、次期戦闘機開発に協力体制を結ぶとともに、自衛隊が運用する予定の無人機開発についても連携していくと明らかにしました。日本がアメリカから離れて、次期戦闘機開発を進めていくということに、アメリカから、反発があるのではと不安視する見方もありました。とはいえアメリカからすれば、これまで率先して行ってきた装備品開発を同盟国間で役割分担すれば、自分の負担が軽減されますし、アメリカ独自の最新軍事技術や情報を提供する機会が減るので、中国やロシアなどに流出するリスクも少なくなるとして、今回の3カ国による、次期戦闘機開発計画を支持しているようです。この次期戦闘機開発プログラムについて、3カ国で主体となる企業を紹介します。機体関連は、日本からは、三菱重工業社、イギリスが BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が担当し、エンジン開発は、日本が IHI 社、イギリスがロールス・ロイス社、イタリアがアビオ社、電子機器関連は、日本が三菱電機社、イギリスがレオナルド UK 社、イタリアは、レオナルド社が、それぞれ取りまとめ役となり、関連する企業の動きを統括していくことになるようです。これまで、イギリスは、フランス、ドイツ、スペインが、共同で、次期戦闘機開発として進めている、将来の戦闘航空システム、FCAS に対抗するテンペスト計画を、イタリア、スウェーデンと共に進めていましたが、今回の GCAP に、スウェーデンは参加していません。この GCAP によって開発される次期戦闘機は、日本の航空自衛隊では、F2 戦闘機の後継となり、イギリスとイタリアでは、ユーロファイターの後継機として位置づけられることになるようです。3カ国で、およそ300機の需要が見込まれ、日本は将来的に兵器の海外輸出解禁を視野に入れつつ、イギリスやイタリアの戦闘機販路によって製造、販売数が増えることで経費削減が期待されます。他にも兵器を独自に開発する技術力を得ることで、アメリカから兵器を購入する際の価格交渉においても優位に立てる可能性があると見ています。実は、日本は、これまで、装備のほとんどをアメリカから購入していました。日米同盟という名の下に押し売りされていたという感も否めませんが、アメリカとの長い付き合いがあったので、アメリカのロッキード・マーティン社を技術支援先の候補に選定しましたが、今までアメリカ側は、戦闘機開発の革新的技術をブラックボックス化し、日本の自由にはさせなかったのです。日本は、独自の近代化改修はもとより、修理すら自由にできないという不満を強いられていました。客の要求をスルーしたというわけですね。
しかし、今回は革新的技術を秘匿しない方針であるイギリスとの共同開発ですから、時代に合わせた改修を自由に行えるメリットはとても大きいと思われます。イギリスにとっても、日本との共同開発のメリットは大きいと推測されます。その理由は、FACS とのヨーロッパにおける主導権争いです。シェア拡大を目論むイギリスは、アジアで日本を取り込み、販路を少しでも拡大したいという思いがあったほかに、ロールス・ロイス社のテンペストのエンジン開発が遅れていたためでもありました。高級自動車で知られているロールス・ロイス社ですが、ユーロスタータイフーンのエンジンであるユーロジェット EJ200 の開発のほか、様々な航空機用エンジンを開発しているエンジン開発においては、定評のあるメーカーでもあるのです。ところが、テンペスト計画では、搭載されるコンパクトでかつ、大出力のエンジン開発に苦戦していて、当初計画では、2035年に運用開始だったにもかかわらず、2022年中に、試作機どころか試作エンジンが完成したという情報すらなく、進捗が危ぶまれていました。テンペスト計画のエンジン性能は、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上とされ、タービン入り口における温度は2000度 C 以上にもなるので、タービンには高温耐性が求められています。また、ユーロファイタータイフーンに搭載されている EJ200 エンジンの10倍の発電能力と、最新のレーダーやセンサー類のアビオニクスが必要とする膨大な電力を賄うことも要求されていたのです。2021年12月22日、ロールス・ロイス社は、日本と次期戦闘機用エンジン開発と実証機の共同開発を進めることを発表しました。この戦闘機エンジン実証プログラムは、日本とイギリス両国の次期戦闘機開発に、重要な一歩となるもので、将来的には、両国において、多数の雇用を発生させる可能性があるとして、日本とイギリスそれぞれに、メリットがある点を強調しています。ロールス・ロイス社は、エンジン実証機の共同開発を、2022年4月から開始するとして、イギリス政府は、この計画の設計などに、3000万ポンド、約45億円、を初期投資すると、説明した上で、実証機製作には、2億ポンド、約304億円、を拠出する計画であることも明らかにしました。その一方、日本政府も、2022年度予算案で、次期戦闘機開発費として、858億円を計上。日本とイギリス・イタリアによる、次期戦闘機開発が、いよいよ本格始動するとして期待しています。日本では、次期戦闘機開発エンジンについて、IHI 社が、プロトタイプエンジンとして、XF9 を製作し、2018年6月に防衛装備庁に納入、2020年7月まで性能確認試験が実施され、良好な成績を収めたとされていました。この XF9 は F-15 イーグルに搭載されているプラットニー&ホイットニー製の F110 エンジンと同クラスサイズのアフターバーナー付き低バイパスヒターボファンエンジンで、タービン入り口温度1800度 C 以上、推力11トン、アフターバーナー使用時には最大で15トンを発揮するとされている高性能なエンジンですが、防衛省ではさらなる小型化と高出力を目指し、ハイパワースリムというコンセプトを掲げているのです。次期戦闘機は、第5世代ステルス戦闘機の、さらに上を行くステルス性を持つ第6世代としての性能を要求されています。そのためには、ステルス戦闘機では、敵レーダー波を反射しないように、ミサイルなどの兵装を、翼下のハードポイントに吊り下げることができないので、機体のウェポンウェイに搭載することになり、どうしても機体が大型化してしまうのです。次期戦闘機では、
大きな推力を得るため、双発エンジンを持つ戦闘機として設計されているので、大型化は避けられません。さらに、2020年の国会質疑において、当時の河野防衛大臣が、防衛省が開発中の次期戦闘機は、F-35 より多くのミサイルを搭載すると発言しており、それらを収納するウェポンウェイの容量が必要になるので、かなり大型の戦闘機となることが予想されていました。そのために、XF-9 をさらにコンパクトかつハイパワーにする必要が出てきたのです。これが、テンペストに搭載予定のエンジンコンセプトと合致したので、今回の共同開発の話が持ち上がったものと見られているようです。防衛省では、現在空自が運用している F-15 の次の主力戦闘機として、ロッキード・マーティン社製の F-35A ライトニング2戦闘機105機と、その垂直、短距離離着陸型である F-35B を42機導入する計画を進めていますが、中国やロシアでは、第5世代ステルス戦闘機の開発が進み、着々と実戦部隊への配備数を増やしているのが現状ですから、それらを数ではなく性能で上回る第6世代戦闘機の必要性が高まってきています。次期戦闘機開発に関わる国内企業8社が技術協力によってジェット戦闘機開発のノウハウを習得できることが今後の兵器開発に大きく貢献するものと期待する声もあるようです。